皆さん、こんにちはえ。今回はですね、上野浅見五段と東日文六段との五制限杯決勝第3局のハイライトをお伝えしたいと思います。まあ、一勝一敗で迎えてね、えー、迎えた、まあまあ、最終局なんですけれども。では、初手から見ていきたいと思います。上野五段の黒番です。ちなみにね、 この5制限範囲全部黒板が勝ってますね。あのー、こう中国ルールでコミが6目半、7目半なんですけれども、にもかかわらず黒板が勝ってるっていうのがね、ちょっと不思議ですね。弦じまりしました。で、つけていきましたね。跳ねて、跳ねて、次いで、伸びて、当たり打って、出て、押さえて、押さえて、抜いて、当たり打って、当たり打って、 抜いて、で、当たり打ちましたこれは当たりを打ってもいいし打たなくてもいいしどっちでもいいです。まあここでなんかね手抜いて三 3, 3に入るとかでもいいです。はい、で、えー、かかりましたねここでね。で大ゲーマーにしまりました。あ開きましたね。はい。で、えー、ここにまあ開きましたね大体ゲーマーにね。でかかってそして付け伸び定石ですねこれはね。 でここで割り打ちしましたで。詰めて、そして手抜いてね、ここね、えー、打ち込みましたね。つ、まあ、けまして、跳ねて、切って、押して、当たり打って、伸びて、割り込んで、割り次打って、で押さえて、跳ねて、押さえて、で、この2目をね、まあ 取らないといけないです。取らないというか、もうこう、はわないといけないですね。はい。で、ここでね、まあ、こっち守りました。そこで、一回切りを入れまして、まあ、今度両当たりがありますので、受けないといけないんですけれども。で、こ、こうでね、こっちを継ぎましたね。はい。うん、まあ、本手だと思います。で、まあ、ここでかけ継ぎました。かけ継いだのは、どうですかね。まあ、ここではちょっと味が、あの、粉一子の、が、あの、 ちょっとね、うるさいんですよ、この石。だから、まあ、あの、なんて言うんですか、まあ、こうやってね、取っておくっていうのが、まあ、あの手厚かったんですけれども、まあ、字で損なので、あの、今度ね、ハサミ付けとか打たれるとね、あの、これ、下がれないから。で、ここでね、この2目を取,取り切ったんですけれども、果たして取り切る必要があったのかと。うん、ちょっとこれ、ね、足が遅い感じがしましたね、これは。 どっか別の手をね、打つとか、まあ、例えばまあ、ですからここでね、こういう手を打つとか、のが良かったような気がしますね。うん。これはちょっと足が遅かったような気がします。どっちみちこれ、あの、1目、これ2目逃げられたところで、この石が死ぬわけじゃないですから、まあ、でもこう打ちました。で、まあ、あ、でも黒もこれ抑えましたので、まあ、まあ、言い分は通りましたね。はい。押さえましたので。 でここでここ打ちましたはいまあ、ちょっと味あのー、まあ、味がありますのでここねはいでここ受けを打てそこでこうに仕掛けましたねここにこうてが多いということですこれなかなかいい判断でしたね白ねうんこうでこう仕掛けたのこれ動いてねこれでこうてが白がここにいっぱいあるのでこうては黒がちょっと勝てないと今そういう状況ですね、はい、抜きまして。 で、割り込んで、下からはね、はねて、抜いて、で、ここでこう立てを打ったんですけれども、これ受けたのがちょっと問題でした、これ。ここではもう受けないで、こうやってこうもっと大きくしちゃうっていうのがありましたね。うん。もちろん抜いて、まあ、こ、こっちはいっぱいありますので、こうやってね、こうやってね。で、まあ、こういうこう立てはあるんですけれども、これは一回受けておいて、 で、まあ、抜いたときにね。まあ、こういうコウ立てありますからね。うん、相変わらずコウ立てありますから、うん。で、これは別に連絡したところで、この3本になったらこの石は生きてますので、うん。こう、ちょっと、ここで、だから、ここでもうちょっとこうね、仕掛けないといけなかったです。白は。大きくね。しかし、まあ、実戦ではこれ受けてしまいましたので、まあ、抜きまして。まあ、こう立は、うん、打つ。まあ、どっちみちこの子は白は勝つんですよ。 目つけまして跳ねて抜いてたり打ってついで抜いて跳ねてついで抜いてたり打ってついで抜いて伸びてたり打って抜いて跳ねて取って抜いてであたり打って抜いて抜いてたり打って抜いて抜いて で、まあ、コウ立てがないので、ここを伸びました。はい。どうここのコウ立てちょっとどうだったかなっていう気がするんですけど、まあ、まあ、そんなああの変な手ではないみたいです。はい。まあ、本手は跳ねるのが本手だったみたいです。ちょっと相手の字をね、削る。こういうね、これが本手だったみたいですけど、まあ、これに対してはもうコウ立てはないですね。おそらく。はい。で、まあ、これ伸びまして、まあ、こ,こを解消したんですけれども、 まあ、騎士郎は結局ここでね、こう仕掛けて得できたはずなんですけれども、結局互角でしたね。うん、やっぱりここで受けたのも悪かったし、うん、まあそういうのがあってね。うん、結局はと、こうは勝ったけど、まあ大して得できなかったという感じです。で、まあここに打ちまして、で、まあ桂馬に打ちましたね。まあ普通ここでは一軒飛ぶんですけれども、こうやってね、一軒飛ぶんですけれども、ここでは、 桂馬に飛びました、まあぶつかってで伸びてで押してで伸びましてでまあここでね当てを打ちましたねまあすごいねまあ強力な手なんですけれども <laughs> ここでね。はい、でここでですねここに打ったんですけれどもこの手がねちょっとねぬるかったみたいです。はい。そうですねここでは もうちょっとこの石にね、ちょっとプレッシャーをかけないといけなかったですね。まあ、こう打って、中で生きろと。ね。こうやってね。で、まぁ、あ、あの、まあ一回ここ打ちますか。で、まあ、こう受けたら、でね、この分断しておいて、それでね、まああの、この辺に打って、この石を取りに行くと。いうのがね、あの、良かったみたいです。あ,あ、ちなみにね、ここでこうきっと こう切ってくるのは、これはあの、この当たりがね、先手ですから、これ逆に取られてしまいますのでね。これが、はい。だったんですけれども、まあ実戦ではね、一見飛びました。で、まあコスみまして。で、まあ付けました。で、伸びて、塞えて、そしてこれ跳ねましたね。で、こっちから打ったんですけども、 これはどうだったんでしょうかね。これ一目抱えて、この黒がもう生きてしまいましたので、うん、これはうまくやりました。黒がね。ここで、ここでね、うまくやりました。っていうか白がここで、あのー、うまく打てなかったですね。<laughs> で、まあ、ここ打ってきたんですけれども、まあ、抜きまして、一回ね。で、まあ、次まして。 で、まあ一見飛んで、まあしのぎですね、ここのね。はい、しのぎ。で、まあ、出てきたんですけれども、出て、で、除いて、当て込んで、で、まあ、あの、まあ、出たんですけれども、こうね。まあ一見飛んでね。逆にこの石が、あの、生きてないですね、この白がね。まあ、出て、押さえて、押さえて、で、切って、1回、で、跳ねて、 ついで、一回抜いて、当たり打って、ついで、抜いて、で、まあ結局行きまして、結局ここのね、しのぎもね、この二目をね、あの、ちょっとまあ、捨て石っていうかしてから、逆に生きろって言ってますから、これはね、非常にうまくいきましたね。はい。で、まあこうつけまして、まあここのね、あの、味があるので、 これ生きるんですよね。ここねここも薄いしまあハるんですけれどもまあ覗いて、まあ、これ剪定ですよねでついででこれでね生きましたねこれでね、はい、生きてしまいましたはいで結局何の攻めにもならなかったですねはい、まあ、この辺がちょっと厚い感じなんですけどまたここ切りもありますからうん大して厚くもないしここでね黒がねほんとうまくねしのぎましたね 今、9目ぐらいリードしてますけれどもね。で、まあここに打ってきました。まあうん、まあ、これはね当然遮断しましたね。はいで、ここでね。この子打ってきたんですけど、これはもう勝負手ですね。はいまあ、これはもうあの？当然分断しますよね。はい、こう打ってね。ここ打ってきたんですけど、まあこれは分断しました。はい。で、下から跳ねましたね。これはもうあの？勝負手ですね。白ね。本来は？ まあこうやって上から打つべきだったと思いますね。こうやって。まあ、こういってね。まあこういって。押していくぐらいじゃないですか。こうやって押していくぐらいが、まあ、本手だったと思います。はい。この2目を捨ててね。ただこれだったらまだね、足りないので。っていうことで、まあ勝負手でね。ここ下から切ったんですけれども、まあ切られてね。下がって、一回こう打つんですけども、こう伸びられて、この石がね、 生きれるかっていう話ですね。はい。まあ、到底無理だと思うんですけれども、うん。まあ、この石のしのぎ勝負ですね。はい。で、一間飛んで、こすんで、押して、そして一目当たり打ちましたね、一回ね。はい。一応これで一応下駄になってますね、これ。あの、逃げてもね。はい。まあ、これ逃げても、これ、これ一応下駄ですね。はい。で、下がりましたね。まあ、これ黒にね、あの、ここ、あの、飛ばれると、連絡されると、もう、 黒は弱いしないですから、遮断してから、この石とこの石の、まあ、まあ、戦いというふうに持ち込みましたね、白はね。はい、で、まあ、一回ね、二件に飛びました。で、一件飛んで、そして一回切りましたね、ここでね。はい。まあ、先手ですね。はい。当たり打って、伸びて、で、取りました。はい、ここでね、なかなか、ここ切って効かすのがね、なかなかいいですね。はい。 でまあここでね,あのねあ手抜いてこっち打ってきました。はいまあ、こっちと戦うっていう感じで白はね、うん、こっちと攻め合いっていう感じなんですけれども、まあ、ここで一回ねあのー、並びました。まあこの辺ではねどこ打,打っても大体一緒なんですけれども、まあ、ちょっとこっちの石を気にしたかもしれませんね生き死にを。でまあこっちのね切り、あのー、具合がありますので。 で、まあここでねえー、押していきました。まあ、伸びてそして、えー、当て込んでこれ先手ですから跳ねて。そして覗いて。押えて出て。押えて当たり打って継いでで。まあこう次ます。まあ、一応次は先手ですね。これはね。はい。次は先手です。まあ、つここで打つことにこうやってこの石を捨てることによって、まあ、この辺の弱点を防いだということですね。白は。 で、これもこれ取らないといけないですから、これ取らなかったら、これ逆にね、白にここ当たり打たれて、これが取られてしまいますので、これ大逆転ですから。で、まあ、ここつけましたね。この2目を連絡されると、この辺のこれが危ないですから、うん、ということで、まあ、ここに打ちました。うん、これで一応、逃げる手は成立はしてないですね。これはね、こう言ってね。これが先手ですからね。この、あの、当たりがね。これ抜かないといけないですから。まあ、一応ね。 一応取れてはいます。はい。まあ、だけど、今度はこっちが危ないですね。こっちがね。もうこっちゼガンですから、今ね。現状。で、まあ、ここでこっちにうち、覗きまして、まあ、当て込んで、ついでの、抜いて、抜いたから今度出がありますね、これ。はい。今度。今度は逃げ出しがありますね。え、は、え、い。では、こすんで、まあ、ここで一間飛びまして、そして、押さえて、 ここに、えー、冷静にね、えーまあ、伸びましたね。はい。これ中でもう生きるということですね。はい。中で生きたら、これはもう、これが自然史ですから、中で生きたら。これ二眼できないですからね。どう考えても。まあ出て、裂えてね。二人打って、いで。これで生きましたね。うん。これでこの石は生きました。うん。この黒は生きましたから。これ、この時点でもうダメですね。はい。これが生きた時点でもうこの、白石はもう、 まあ別にあ多分まあ死んでると思いますし、まあ、仮に生きたとしてもこの隅3子取られますので、うん、これだけでもなんか、あのー、だいぶいいんですよねこれもう,もう20目とかね256目いいんですよねこれでね、うん、こ,れこっち取るだけ中生きてね、うん、だけでもですからもうこの時点でもう5話は終わりましたはっきり言ってね、はい、これが生き,た生きた時点でねでまあこの後ね何、えー、ていうか打たれましたけれども ここまで打たれまして黒のね藤六段がね投了しましたね結局この石取られましたね、うん、結局この石取られましたうん <laughs> 取られてしまいましたねはいこれも取れてるしね、はいまあ、これ投了やむをえないですねはい完勝でしたね圧勝でしたね、はい、完勝でしたねこの後はね、はい、いやーこれでね本当また世界大会ね 二度目の世界大会優勝になりましたね、上野さんね。まあ、全校カップはね、ちょっとね、日本が有利じゃないですか、あれは。正直。ぶっちゃけ。だって、韓国と中国、一人しか出れないですから。うん。まあ、でも、これはね、やっぱり違いますので、はい。まあほ、ほの意味での、まあ、世界大会ですから、女流のね。まあ、それに勝ったっていうことは、まあ、あっぱれですね、はい。世界大会になると、上野さんはね、なんか力を発揮しますね、不思議とね、はい。 まあ、とにかく、あの、あっぱれです。以上です。